本当申し訳ございません。関係者の方々カット。すいません、あの今のはこれで引っ込みですが話したらですね、この番組ね、4週ぐらい無理です。そうですよ、そんなもう気づいたから、本当に村田のやつもおかしかったぞ。いや、村田で言うと、まるっきりマフィアだよ。わーしゃーきやらのお兄さんのね、いや、本当にな、いえ。あの、せがれはね、あのこいつの息子なんですよ。本当に、ね、で、長女が細川隆の息子。おかしくなっちゃうだろうね。やめてくれ、一生懸命しろ、知らないでって。そうそうそう、もう手塩にかけて育ててくれて。細川隆史、細川隆史といえば、まだ新人の頃、ここで政治楽、ここで歌ってた。あ、そう、うん、そうなんですか。私ばかりだよ。いやいや、まだまだそんな。まだ本当にしてない、デビューしたての頃。あなたばかりよね、これ。違う歌を。私ばかりよね、でしょ。人様の歌を。いや、自分の、そうそうそう、いや、キャンペーンみたいじゃ、キャンペーンじゃないけど、宇都宮恵子さんが連れてきたの。あ、そう、うん、そうですか。宇都宮恵子のあの漫才の、亡くなった。そうそう。あの人は俺、このぐらいから知ってるの。へぇ。すいません、あの、この今のはこれで、このぐらいからお願いします。本人産んだもんだって。いや、知らない。やめなさい。いやいや、パーティーでさ、あ、そう、100万で何年のパーティーでね、のぼろちゃんと舞台呼ばれて、何も舞台の上で言わなかったって。まあね、あ、そう、まあ、豪気っちゃ豪気だよね。じゃあ昔はね、昔の人はね、まだ細川隆史こう来る前に前ね、ここで来てた。あ、すごいね。デビュー曲心残りだよね、うん、心残りだっけ、私ばかりよねって。あれ、志村けんも坊やの頃ね来てね。あ、そう、力士に叫んでガンガン飲ませて、その前のとこの、うん、あの、あ、今まだビルあるの、その階段のとこで酔っ払ってこうなってた、うん、一人で来た、誰か連れてきたんだと思う。あ、ドリフのメンバーは先輩たちは来てない。まだ坊やの頃。坊やの頃。そうだね。だから、いろんな、みんなそれぞれ歴史があってさ。うん、だから、いや、本当人に歴史ありだわ。そうね、親方の場合はほら、相撲界だけじゃなくて、うん、歌謡界でもいるじゃん。そうだ、ん、ね。歌謡界も知ってるから、うん、いろんな。でもね、俺、あの、思うんだけど、力士だったから歌手の先輩方もね、うん、気軽に話してくれたからね、うんうん、あれ新人歌手だったらね、話してくれないですよ、うん、昔の大御所で、うん、ディックさんとかディック・ミレさんとかね、はいはい、ディックさんからも散々こっちの話聞かされた。まあ、まだ元気で本当に活躍してらっしゃるからね。ディック・ミレさんの話したらですね、この番組ね、4週ぐらい無理ちゃう。そのぐらいビッグなディック・ミレさん、ね、そうだって、フランク・永井さんも生きてたからね、俺。そうですよ、フランクさんも、まあ、ディックって言うからね。でかい目に、ディックさんにフランクさんだから。立教の相撲部なんだ。みんな日本人なのにね。田畑の親父なんか、田畑吉野さんなんかもう気づいたから、本当にもうイントロ流れてる時にもうね、やめなさい、それで、押してるんです。もうやだよ、もうそんな話。本当申し訳ございません。関係者の方々カット。あ、田畑先生と会うとさ、ジョージ、わしなまだ現役やでって言うんですよ。いや、それ分かっております。いや、そうじゃなくて、このこっちの現役やです、こっちや、こっちや、現役やで。もう80歳。村田の親父もか村田の親父もおかしかったぞ。あ、村田の親父さんもね、やっぱよし、よし、あれだ、俺は村田で打つんだよ、うんうん、知ってますよ。どうだ、やってるかって、やってるかって、マイクを押さえて、やってるかって、おやじさんどうなんですかって、うん、俺は村田なんですけど。いや、返事になってねえよ。こんなコート着て、村田のおやじが、うん、ね、もう引きずるようなコート着て、ロングコートで、ね、で、カリダクック来るんで、うん、みんな見るじゃん、サングラスかけてやると、あの、麻生誰だっけ、あの、はい、麻生太郎さん、麻生太郎みたいな、ギャングみたいな格好して、の、まるっきりマフィアだよ、格好して、うん、でみんな見るじゃん、うん、これ、ぽっと、あ、村田さん、アイス引かなきゃ、あ、音体、ね、音体だから、音体、じゃあ、おお、よし、よく分かったな、分かるからね。
めっちゃ優しい。わかるよね、それ。誰でもわかるから。わかるわかる。わかるけど、めっちゃ優しい人でね。うん。うん、あの、行くと、楽屋に挨拶行くと、コンコンと、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ、ちょっと。ポスターってね。うん、俺が村田だって。こういう座ってるポスターがあったんで。うん、挨拶って、ちょっと待ってくれ、つから。しばらく待って、え、どうぞ、つか。待ってあげたら、その格好にすんだよ。その格好で来られて。めっちゃくちゃいい人だったよ。怖かったもんね、だから、うん、怖かったけど、やっぱり音体とかね、やっぱり北島さんもそうだけどさ、うん、いやこの親方だけど、北島さんもそうだけど、やっぱり怖かったよ。今も怖いよ。あ、そう、うん、今もやっぱ怖いよな、やっぱ先輩は、うん、怖いけど、こう静かにね、のあの喋ってる場合でもないしさ、今ね、うん、先輩はさ、うん、少なくなりましたけど、うん、あの先輩なんだからってやっぱりそういう気持ちをここに置いとかないとね。そうそう、もちろんもちろん、なんかやっぱり失礼なことしたら、うん、ね、本当気付けなきゃダメだよね、お前、本当気付けなきゃダメだよ。でたらめな俺たちでもそういうふうに、もうでも我々の先輩っていなくなってね、少なくなってるね、本当にもうだんだんいなくなってね、うん、ね、いなくなって一人一人ね、うんうん、もうあれ北島さん、五木さんが先輩、あ、そうそう、森さんか、千さん、あ、千さんもいるね、うん、またいるのよ、アキラの親さん、小林アキラの親さん、うん、あ、小林アキラのお兄さんのね、いや、本当にな、いえ大変だよ、もう何が大阪で番組見てます、大阪で番組、アキラさん、兄さん、見てますか、大阪の番組3人出て、うん、まあ、3人で、うん、ジョージ、うん、北の新地に酒飲み行くから、うん、吉も連れてこい、うん、はい、わかりました、で、吉に、うん、もう行くしかないだろうっていうこと言った、うん、まず飲め、うん、あ、ブランデーですよ、私、うん、はブランデーが好きで、ブランデーバーッていただきます、で仲間さんが5、6人いて、うん、例のやつ買ってこい、うん、ったら買ってきた、うん、いややれ、驚いたね、こんなでかいシュークリーム、うん、30個ぐらい、シュークリームこれをつまんで、うん、飲め、最高だ、最高どっち、私ら甘党じゃないじゃん、うんね、うん、そのブランデーも砂糖じゃんほとんどなんて、うんうんうん、それ飲んで1個食うのが大変、食べてから飲めって、うん、その代わりうまいだろって言うから、うまいだろ、うまいですと、もう胸焼けしてんの、もうね、山本がねすごいんだよ、その言い方が、あ、甘み増すますねとかさ、わけわかんなかった、頭おかしいか、一応食レポして、食レポ、うん、あ、これやっぱり飲んでから食べるんじゃない、食べてから飲むんですねとかね、よくこんなこと言うんだよ、吐きそうになっちゃってさ、それで1個はまずそうに食いながら飲むじゃないですか、うんうん、うまいだろ、うん、もう一ついけと勘だけ食いで、うまいだろって言ってね、ほんとだねな、俺あれからね、シュークリーム大嫌いになっちゃったあれから俺もシュークリームってほとんど食った記憶がない。そう。それとね、それとね、ね、コマドリ姉妹さんがいた。コマドリさん。な、うん。で、小林明の兄さんと、こう、うん、あ、まあ、始まる前に舞台でこうね、挨拶じゃん。僕ら挨拶して、じゃそこにあの話した、お、よし、久しぶりだ、元気か、うん、ね、うん。こう喋ったの、うん、元気してるかもってね。うん、で、うん、で、あ、来たわけだ。ね、ね、うん、あ、ありがとう。で、来たら、前に、小林明さん、明の兄さんの前に、うんうん、小松島さんが2人立ったんだよ、うん、小松さんは小柄じゃない、うん、ね、明さんちょっと大きいじゃん、すごく、うんうん、大きい、あの、小林明さん、あ、おーおよ、いいかな、目の前に2人来て、小林明さんに、あ、私たち同級生なのよねって、86歳、同級生よねって言ったら、こいつ明さんとこ、あ俺を見たんだよ、俺を開けるのは、あ、俺じゃあ後でさ、こっそりさ、よし、はい、俺はちょっと読者なのよって、いやだから兄貴若いんであって、うん、向こうは向こうで、小林姉妹さんで、はい、ね、はい、ちゃんとそこそこにお年を召していらっしゃるんです、うん、兄貴若いんだよったら、おびっくりしたから死んで飛ばされてた。
思えば人生半分はお前と苦労を越えてきた。山あり谷あり夫婦道、記憶の記憶の鳥のように命重ねて